皆さんこんにちは、切り絵作家の相馬です。展覧会が近づいてきましたので、その告知をしたいと思います。展覧会がですね、場所が宮崎県の宮崎アートセンターというところで、させていただきます。期間が3月25日から5月7日までです。今まで九州での展覧会っていうのはあったんですけども、個展は初めてですね。しかもですね、作品点数が約70点、そのうち新作が30点もあります。初展示の新作です。その他にもですね、ギャラリートーク、あと教室ワークショップですね、そして実演もさせていただきます。ここ何年かは実演の動画を会場で流すということはあっても、実際会場でするっていう機会はなかったので、久しぶりに会場で生披露というかさせてもらうので、ちょっと今からドキドキしています。今回は結構内容が盛りだくさんで、作品点数も多いですので、とても見応えのある展覧会になるんじゃないかなと思っております。そして新作の中にはですね、オブジェを、大型のオブジェも作らせていただきました。それは額装されたものではなくって、大きな、高さが2メーターぐらいかな、あるオブジェを作らせてもらいましたので、そちらもとても見応えのあるものになっていると思います。ぜひ皆さん足を運んでみてください。お待ちしてます。